気平気なんてことないよ。今日は土曜日だからお客さんも多くて楽しかったし。へへへ、私こう見えても北上サイクロンの看板娘だもんね。あ、そっちか。まあそうだね、この子たちとはもうおなじみだから。うん、この子たち冷戦のエンジン音をすっかり覚えちゃって、エンジン音が聞こえてくると顔を出してくれるんだ。昔からの言い伝えなんだよ、飴玉を乗せておくと妖精クレムリンが飛行機に悪さをしないって。今でもこの言い伝えを信じる人もいるよ。うん、すっごく楽しいよ。純一くんも日々の暮らしで楽しいことが結構あるでしょ。でしょでしょ、当番でご飯作るのも楽しいもんね。何かが楽しいと他の楽しいが増えるんだよ。好きなことがどんどん増えるのと一緒かな。うん、好きって気持ちがどんどん膨らんでいって、そのうち飛行機全部好きになったけどね。あとはこれはおせっかいかもだけど、楽しいことって必ずって言っていいほど別の楽しいことと連鎖してるのよ。楽しいの連鎖ね。何が楽しいのかはあんた次第だけど、つまんない日常から楽しいことを見つけて自分を変えていくことは難しいでしょ。どうしたの純一くん、ぼんやりしちゃって。どっか具合が悪いの？何かお薬いる？そうなんだ、ちょっとびっくりしちゃったよ。やっぱり今日もみんなここに来てたんだ。ウィルバーもいる。
そうだね。ミマリンってよくここで寝てるでしょ？うん。それでね、ミマリンが寝てると、猫たちがこうやって集まってきて、みんなで固まって寝てるんだよ。きっと、ここが落ち着くんだろうね。ミマリン、猫たちみんなと仲良しだからね。あはは、そうかも。だから猫たちと仲良しなのかもね。あ、いけない。起こしちゃった。光、純一、おはようございます。いえ、もう、朝ですから。それじゃあ、ミマリン、そろそろ起きようか。もうすぐ晩ご飯だし。はい。それでは皆さん、また後で。なかったんじゃない？あんた、結構料理は上手よね。ひかりちゃん、部品ありがとうね。あとはあれを組み込んで、最終調整だね。サイコ、根を詰めるのも大概にしないと、体に毒よ。なんですか？うん、もうじき完成だね。そうなんですか。楽しみだね、松本さん。ミマリでいいです、カズさん。わかった。じゃあミマリね。楽しみです。何かあったの？ウィルバーの様子が変です。縁側の下で苦しそうに。わかった、すぐ行く。何？どうなってるの？ウィルバーって誰よ？あの子？大丈夫なの？とにかく私たちも。ちょっと広沢、どんな感じ？もしかしたら生まれるのかも。嘘。生まれるってどういうこと？まだ早くない？あ、でもずっとお腹の中にいたんだから早くはないのか。むしろ遅いぐらい？そんなことより一体どうすれば？どうするの？獣医さんに電話。この島に獣医さんはいないよ。それじゃどうしたら。カズサちゃん、共用のタオルを洗面所から持ってきて。わかったわ。タオルはどうするの？下に敷いてあげるんだよ。土まみれになっちゃうから。わかった。あらあら、また翼層の住人が増えそうね。部屋がいらないから問題なしだね。猫はみんなに任せて、スピットをいじってくるわ。あの、私は。ミマリンはここにいて、ビルバンを励ましてあげて。私が。
心配ない。ここならきっとミマリンが見守っててくれるってイルバーは思ったんじゃないかな。イルバーがそんな風に。そう、だから頼むね、ミマリン。リルバーを励まします。あ、どうしたの？リルバー出てきそう。トゲ子たち出てきそうだよ。どうすればいいの？私たち。とにかく様子を見守りましょう。人間と違ってお産は猫に任せるしかないから。ありがとう、純一くん。お礼に投げチュッチュしちゃうよ。あれ、女子の投げチュッチュは拾って食べるのが男の子の礼儀じゃないの？ほぼ完成だよ。純一くんの熱い気持ちを飲み干したら仕上げにかかるから。まだ時間的には大丈夫かな。まあエンジン自体の試運転は済んでるけど、仕上げにエンジンをかけたいのが人情じゃない？純一くん、そう、猫の方はどうなの？あっちでも無事に産声が聞けるといいね。純一くん、そう、このスピット完成するのが楽しみかな。私が聞いてるのは純一くんの気持ちなんだけど。うんうん、上等だよ、純一くん。さてと、ナホコに怒られる前に、純一くん見ててね。一発だからね。